ペルソナはプロトンが製造販売している B セグメント級のセダン型自動車である。2007年8月にウィラの後継者として生産を開始。2004年に発売されたジェン -2 ハッチバックをベースとしたセダンでジェン -2 には採用されなかったグローブボックスを装備するためにダッシュボードのデザインが変更されジェン -2 のアナログ時計に変わり新たにデジタル時計が装備された。 また、シートについてもより座り心地の良いものに変更されている。なお、2008年3月3日には、全マイナスにもマイナーチェンジによって、ペルソナと同一の内装に変更された。エンジンは、自社開発の直列4気筒1.6リットル DOHC、カンプロエンジンを搭載し、5速マニュアルトランスミッションあるいは4速オートマチックトランスミッションが組み合わせられる。 ジェン -2 よりも安価な価格設定となっているため、生産開始前の予約台数は2000以上となり、生産開始2週間で1万1000台まで予約台数が増加した。販売は好調で、当初月版目標台数は4000台であったが、後に8000台まで引き上げられた。しかし、この結果、ジェン -2 とワージャの販売台数は減少し、値引きを余儀なくされた。 2007年11月、メッカの方角を示すコンパスを内蔵し、イスラム教の聖典、コーランの収納スペースを備えている、イスラム教仕様モデルを発表した。2008年3月10日、イギリスに、ジェンマイナスにペルソナとして、輸出開始。同年11月22日には、サウジアラビアへ、11月24日には、エジプトへの輸出が開始された。また、エジプトでは、 ジェンマイナスにも同時に発売された。2008年8月26日、特別使用者の SE をマレーシアにおいて発売。シルバーフロントグリル、専用ホイール、ナビゲーションシステムなどを装備した。2010年3月18日、マイナーチェンジ。フェイスリフトが行われ、さらに社名をペルソナからペルソナエレガンスに解消されて発表、発売開始された。 2016年8月3代目モデルとして発表された。ペルソナは英語で登場人物、外的人格を意味する。イギリス及びインドネシアにおいてはプロトンジェンマイナスにペルソナとして販売される。ありがとうございます。